篠田山演習場は大阪府泉市及び一部が堺市にまたがり所在する陸上自衛隊の演習場。演習場を含むその一帯のことを篠田山丘陵とも言う。篠田山演習場周辺の空中写真。1985年撮影の8枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに 作成。戦国地域の末期コマーの状況から、7世紀頃の篠田山丘陵には松林があったと考えられる。江戸時代には、聖神社境内篠田山として、丘陵一帯は道神社によって管理されていた。明治時代に入ると、篠田山は政府によって上地され、明治3年に堺県の管理下の国有地となる。堺県のもとで、 神殿開発が行われ、開発を主導した小野市にちなみ、泉郡小野神殿となる。小野神殿では、養蚕業が営まれていたが、台風被害や水不足が重なり1885年頃には、経営が放棄された。一方、1873年までには、大砲射的場が設置され、同年篠の大山陸軍演習場となる。演習場は、 大阪城内に司令部を置く第四師団霊下の部隊が使用していた。1919年11月には、野砲兵第四連隊が、仙北軍白田村大技白田、合宗村大技一乗院、国府村大技府中に移駐し、白田村大技黒鳥に、野砲連隊の演習場が設けられ、篠田山一帯は一大軍事拠点となる。満州事変以降、演習場は、 次第に拡張されていく。第二次世界大戦後、篠田山中屯地には、堺市の金岡に司令部を置く、新中軍の第25不評師団、第27不評連隊が駐留し、朝鮮戦争で出動した。派遣米軍の多くは、訓練未熟であったが、第27不評連隊は、苦闘続きの初戦にあって完投している。これは、有能な連隊長の存在と、 キャンプに隣接して演習場があり、訓練が比較的行き届いていたことであるとされる。その後、米軍撤収後の1957年9月2日に陸上自衛隊篠田山駐屯地が開設され、駐屯地と並存する演習場となる。また、1997年から防衛庁は民有地解消事業を計画し、2004年に泉市と地開発公社が、 民有地を買い取る。2003年からは、篠田山クロスカントリー大会の会場が篠田山、演習場となる。かつて、篠田山丘陵は、松が広がる土地であったが、旧軍時代や、戦後の困窮期における燃料としての伐採や、松枯病によって植生は減少した。土壌については、共産性の赤い泥状で、古代には、水液の材料として適していたが、 農耕にはやや不適であり、一帯は演習場となった。篠田山演習場の敷地は、約220万平方メートルに及びこのうち、民有地は農地など、約2万7千平方メートルが点在しており、形は大きくは南北に広がり一部は、影領地を含む、民有地をまたいだ西側にも広がる。場内には、ため池がいくつもあり最も大きなものは、大谷地がある。 演習場の概ね中央を縦貫する形で、南北にバイパス道路が通じており、道路沿いに副道車長が置かれ近くには商社もある。また、演習場南西部の飛び地に自動車訓練所の跡地があり、堺市側にはかつては屋外型の射撃場があったが、現在は訓練場として残されている。演習場周辺は住宅地が広がり、泉市側に航空局レーダー。 仙北水道企業団の施設、公園、霊園ン及び田畑が存在し、堺市側には、泉自動車検査登録事務所をはじめ、工場、商業地、団地及び南東側側部には、半和自動車道が沿っている。演習場の地形や植生は演習などによって変化。したが、演習場であったため周辺の宅地造成から逃れ、周辺でも貴重な自然が残る地域となっており、 泉市当局による保全活動や地元市民の運動として、里山自然公園構想が発案されている。1999年頃から産業廃棄物業者の私有地が含まれる、演習場内の一部に産業廃棄物が不法投棄され、大谷池を管理する巧妙池土地改良区が撤去費用を肩代わりし2008年2月に撤去が始まる。ありがとうございます。